今日は、お願いです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、画家の高橋です。マニアックスアリーナさんのね、甚大な被害を受けてから、今日ね、清水さんと電話でね、お話をさせてもらいました。まあもう笑うしかないって言ってね、もう笑うしかないってね、元気に言ってましたけども、まあ実際はね、そんなね、簡単なものではなくて、まあ心中はね、やはりかなり、落ち込んでいると思います。もちろんですよね。で、まあ、実際マニアックスアリーナさんはね、まあ、こんなことを動画で言うべきかどうかも悩んだんですが、まあ、開店してオープンしてね、今年6周年ということで6年間やってるわけですけど、ちょっとここ 1,2 年知らないですが、ずっと実はね、赤字経営なんですね。まあそれはで、まあ仮にね、今年昨年と上向きになっていたとしても、まあ、大幅な黒字が出てるなんてことはまずないと思いますし、本当にただこのラジコンのユーザーさんの遊ぶところ、まあ、ラジコンの、まあ、自分の夢もあると思いますよ、清水さんの。ですがやはりね、このどうしても自分の夢も含めてこのラジコンのユーザーを増やしたいという強い思いからで頑張って運営されてるわけですよね。建物実際直すのにね、もうはっきり聞いたんですよ、どのくらいかかりそうですかって。そしたらね、まあ、あの建物は借りているものではあるものの、まあ、実際のところは、まあ、清水さんが直さないといけないわけです、これを運営していくにはね、と、まあ、ちょっと考えてもね、もう相当なもうお金がかかりますよね。で、清水さん言ってました、もうもう僕は諦めないと、もうここでね逃げるわけにはいかないってね、もう最悪もう自宅を抵当に入れて、お金でもな、お金なんとかして俺はやるんだと、もう本当にねそんなこと言ってましたね。で、まあ、実際のところはね、これからいろんな業者さんと話したり、いろんな兼ね合いからじゃないとね、実際どうなっていくかっていうのは現時点では見えないですけども、とりあえず現時点でね、それだけ前向きに考えている清水さんね、やっぱり、本当に感動しまして、でお手伝いに行こうと思ってたんですね、自分の体を使って、うちのお客さんとかもね一緒に行ってもらって、ただ、まあ、考えてみたらお片付けなんかはね、もう1週間後とかに行ってももうだいぶ、まあ、人力でできるお片付けなんていうのはね、もうそこそこ済んでるかもしれませんし、まあ、地元の方もきっとね、マニュアルさんたくさん手伝いにね行かれてるんじゃないかなと思います。で、行ったところでね、まあ、邪魔になるとか、特にすることもないってことも考えられますんで、どうしたもんかなって考えてたら、まあうちのお客さんからね提案があって、チャリティーレースをしたらと。なるほどと。そうですね、もうとにかくね、やはりもう最終的にはね、気合だけじゃダメです、やっぱりお金が必要ですよ、お金と業者さんとの話し合いですよね、最後には。だからとにかくね、まあ、それがね、まあ、どのくらいの金額になるかわからない、まあ本当にかかるお金のね一部の足しかもしれませんが、とりあえずまあ気持ちとしてね、やらせてもらって、ほんの気持ちでもね足しになればなと思いまして、まあ、本当差し出がましいかなとも本当思ったんですけど、まあ、今やっぱりね、あの清水さんが一生懸命やってる、あの運営してるマニュアルをなくすわけには業界にとっていかないと私は判断しまして、今回ねチャリティーレース、そして僭越ながらよろしければね義援金を、寄付金をですね頂戴できないかなと思いまして、今回の
チャリティーレースに至りました。レースの方は9月の16日にね、6周年記念レース予定されてた日に、もうちょっと日はほとんどないんです、10日ぐらいしかないんですけども、まあ急遽開催させていただこうと思っています。で、まあ、うちはねご存知通り全然力がありませんから、なんかトップドライバーを呼んだりとか、なんかチャリティーオークションするとか、そんな大それたことはできません。まあ、本当にね、まあ、近場でね来れる方集まっていただいて、気持ちでもね、差し上げればなという思いからです。決してね無理は言えません。で、寄付金ももう一口で1000円で十分だと思います。書き留めちょっとお手間になるかと思いますけども、まあ、多分その気持ちをね受け止めて、きっとね心も折れそうになったりすると思うんですよ。絶対にもう分かりますね。ですのでその心をね折れさせないために、まあ押し付けがましくもなりますけどね、こんなもらったからやらないといけないって思わすかもしれませんけど、清水さんもでもね、多少押し付けがましくはあってもね、やはりもう自分の家を抵当に入れてでもっていうあの強い信念をね、なんとか後押ししたいなと思いまして、今回、チャリティーレースを何度も同じこと言いますけど開かせて、うちの方でね、まあ、微力ながらさせていただこうかなと思っています。もしね、私の考えにご賛同いただけましたら、多くの金額はいりません。一口の1000円からとなってます。まあもちろん1000円というのは、大金ではありますけども、お気持ちを頂戴して、清水さんにしっかりとねお渡ししたいと思います。レースの方も来ていただいたら、まあのんびりとしたレースになると思います。なるべくね早めに終わらせたいとは思っています。そんな形で進めてまいりたいと思いますので、ぜひ皆様ご協力の方をどうぞよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でねお会いいたしましょう。さようなら。